さんこんにちは、ホリタンドラムスクールの堀田亮太です。この度2022年4月17日、ベースオントップ秋葉原昭和通り口店のオープニング記念イベントバンド上達塾の、ゲスト講師として、呼んでいただくことになりました。で今回は、1部と2部で、内容が分かれておりまして、両方参加も可能となっております。まず第1部がですね、ドラム教則本著者が伝える YouTube 教則本の、活用方法ということでですね、僕は過去に、ドラムの教則本3冊出版しているんですけども、僕の教則本に限らず、ドラムの教材がその本棚で、眠ってしまっている方も少なくないのではないでしょうか。YouTube にはですね、たくさんレッスン動画とか、ドラムのコンテンツがあるんですけども、本当にその中からこう自分に必要なコンテンツっていうのを探し出すのも、結構大変なことだったりすると思うんですね。せっかく、この時間やお金を使って練習をするのですから、ぜひともその時間は、有意義に使っていただきたいということでですね、この自分の目的に沿った、教則本や YouTube などのコンテンツの活用方法というのを、お伝えさせていただきたいと思っております。そして第2部がですね、リズム感を鍛える最強のメトロノームを活用方法ということでですね、第2部では、メトロノームの活用方法について、ご説明させていただきたいと思います。リズム練習などでですね、メトロノームを活用することになると思うんですけども、例えばそのクリックを聞いて、このカッカッカッてクリックを聞いて、そこにカッカッと合わせるように練習するだけだとですね、あまり効果的とは言えなかったりするんですね。クリックとクリックのこの間の音とかね、クリックの鳴ってない場所とか、あとクリック全体の音を、どのように捉えるかによって、適切な、タイミングで、演奏できるようになったりとかもするし、その演奏する表現も、変わってきます。でこれはですね、意識や、感じ方を変えることを目標にしてますので、未経験の方でもですね、手拍子を打ちながら、そのクリックの感じ方とか捉え方っていうのを体感していただけたらと思っております。2022年4月17日ベースオントップ秋葉原昭和通り口店のオープニング記念イベント、バンド上達塾、ぜひお越しください。